皆さんこんにちは、シュガさん。皆さんこんにちは、シュガさんです。皆さんこんにちは、シュガさんです。今日はね、静岡県に来てるんだよ。これ多分サブチャンで投稿するんだけど、あのさ、これ浜名湖サイクルツーリングに参加する予定だったんですけど、なんとですね、 PCR 検査現在届いておりません。これやばいですね。予定では昨日の夜とか夕方に届く予定だったんですけど、届いてないんですよ。通知が来たのに、検査結果出ましたっていう通知が来たのに見えないんですよ。で、明日までに結果が見れなかったらこれ終わりますね。まあ、一応緊急事態宣言じゃなくて、私の住んでる地域マンボウだけど、こうマンボウね、これ一応この緊急事態宣言エリアにお住まいの方はその PCR 検査出してくださいって書いてあるんですよ。これやばいでしょ。ほんとどうしようかなって感じ。やばいですね。今もう困っちゃうよ。しかも今日さ、これは完全に本編のネタバレになるんですけど、新幹線高校生ぶりに乗ったんですよ。もう本当に5年以上空いてると思うんですけど、まあ5年、もう10年近く経つかな。はい、10年近く経つんですけど、なんとですね、なんとですね、新幹線に乗って1時間ほどで、なんかアルコールを含んだような状態になっちゃったんですよ。なんか頭がクラクラして、フラフラして、気持ち悪くて吐きそうになっちゃって、もう完全に新幹線に酔ったんですよ。で、それと同じタイミングで、腹痛が急に起きたんですね。で、私最近夜勤始めたのと、ちょっとね、お腹空いてたんですよ。お腹空いてるのに、ポテチを食べたんですよ。もうそれが原因だと思うんですけど、もう鬼のように気持ち悪くなって、トイレで吐くわ、舌も出るわで、え、これ私ノロウイルスかかったんじゃないって思いながら、ただとりあえず浜松に着いたのだけは分かったんですよ。あ、やばいと思ってとりあえず荷物をまとめたんですけど、歩くのももうフラフラになっちゃって、で浜松駅降りたら、目の前にベンチ見えたんですよ。もうなんかそこまでなんとか歩って、そこから記憶ないんですよ多分寝てて私そのベンチで、もう気持ち悪すぎて、もう周りの景色とか見えないんですよ。で多分一般の方とか歩ってたと思うんですけど、え、なんでこの人こんなとこで寝てんのって、こんな人が座るようなとこで寝てんのって思う方もいらっしゃったと思うんですけど、もう本当に運よくほぼ人がいなくって、多分いても数人だったと思うんで、そんなに迷惑はかかってないと思うんですけど、気がついたら1時間半経っててもうベンチで1時間半寝てたんですよ。で起きたら普通に戻ってて、もう全然元気になってたんで、あ、これノロウイルスじゃないわみたいな、ただのなんか新幹線酔いだわって思ったんですけど、いやーね、ほんと前日に来てよかったなと思って、まあ前日じゃないと間に合わないから前日に来たんですけど、もし近くというか当日行っても間に合うような距離に行って新幹線乗ってそのまま自転車って言ったらすごく辛かったというか、自転車乗れなかったので、いやもう早めに何でも行動って大事ですね。はい、ただPCR 検査だけ本当に来てないんですよ。 PCR 検査もうどうにかしてほしい。これどうしようね今日ね、本当に。いやーマジでこれ悩んでるんですよ。てか私の視聴者で明日参加する方いらっしゃいますかね。そしたら会えるけどな。さっきさ、私が泊まってるホテルで、私はね先に自転車をチェックインの前にホテル側に預けちゃったんですよ。でちょっと近場フラフラしながら見てて、だからチェックインの時には自転車持ってなかったんですけど、チェックインの時に自転車を持ってきてる男性がいたんですよ。もう絶対明日じゃんと思ってあ、この人絶対走るんだろうなって思いながら見てて、いやなんか私の視聴者ね、
いたらいいな。私多分今まで視聴者さんに会ったのは4人かな、4人ぐらい。そのうち1人もうな、名前覚えちゃったんだけど、多分ブラッキーさんって人 もう2回も会ってるからね。うん、会ってるから名前覚えちゃいました ねえ、なんだかわからないんだけど、会う2回会いましたね、不思議なことに。あとはね、3人ぐらいだと思うんですけど、まあ、声かけていただけるというのは本当にありがたいことなんですが、まあ、明日ね、お会いする方がいたらよろしくお願いします。もうね、なんか最近さ、夜勤始めてるからさ、もう肌荒れすごいしね。私結構実際会ったら塩対応かもしれないけど、心で緊張してるだけだから気にしないでください。はい。ということで皆さん、私ちょっとめちゃめちゃ眠い。今日はなんかなんか吐いたり食べたり、なんかいろいろ大変な日だった。そして PCR 検査来てない。どうしよう。まあ明日ね、ご視聴者さんがいたとしてもさ、私が参加してない可能性もあるからね、この PCR 検査が届いてないっていうのでさ。いや、まずいね、ほんとどうしよう。え、届いてないよな、今。今ね、はい、こう4時56分なんですけど、届いてないんだよな。まずいですね、非常にまずい、まずいですよね。なんでだろうな。通知は来たんですよ。検査結果出ましたよっていう通知は来てるんですけど、確認ができない。検査中か結果がありませんって。だから一応連絡したんですよ。だけど、ここさ、なんでだろうね。やばいな。本当大丈夫かな。やばいっすね。まあ、とりあえずさ、会う人を会いましょうよ。これめちゃめちゃ楽しみ。私にとって初めてのイベントだからさ、すごい楽しみなんですよね。コースはね、こんな感じ、こんな感じですよ。はい。私はフルコース、これ75キロを走ります。A がセブンイレブン、 B が奥浜名古田園空間博物館、 C が何て読むんだ、三が青年の家、はい、で D が松見ヶ浦広場。まあこれが多分休憩するっていうか、チェックポイントなのか休憩なのか。うん、
スタートはこのボートレース浜名湖ってとこから始めるんですけど、これね、ちょっと坂があるのかな、これね。これ、標高100なら大丈夫でしょう、100なら。それぐらいなら、なんかさ、これマックス100になってるからさ、なんかさ、他のところ全然ないのここだけパーンって上がるからさ、ちょっと辛そうかなって思うけど、まあ、100ぐらいなら頑張れると思います。はい。ちょっと一旦事務局に電話してみますね。はい。